皆さんこんにちは、カルテビのモカです。ピンポーン。はい、ということでですね、今日はちょっと一人でパソコンを持っているんですけど、今私本当に本当にガチで課題がピンチなんですね。今2個も課題溜めちゃっててちょっととてつもなくピンチということで、今回はちょっとね、みんなと一緒に勉強をねする動画を撮ろうかなと思いまして、何やらリプランとか見てたら結構今テスト期間っていう方が多かったので、ちょっとまあみんなもね課題とか溜まってるかなと思うので、一緒にテスト勉強をしよう。まあ私はテストじゃないけど、ということで今日はそんな感じで一緒に勉強していきましょう。マジただの作業動画になるので、みんなも今のうちに課題とかを目の前に準備して一緒にお勉強していただけると嬉しいです。ということでやっていきまーしょう。はい、ということで、僕たちまたカルベアです、はい、ということでちょっとお察しのいいファンの方は多分わかると思うんですけども、これ僕が1時間休憩で勉強してるということです。そんなに期限も詰まってないということで、僕たちはまたいたずらします。いやいや、でもさっきやらなきゃいけないんですって。ほんまに？でもそんななんか明日とかじゃなさそうだし、そこはまあ許してくれると思う。どんだけ悪いことしても大丈夫です。じゃあ俺から軽めに言ってこうかな。タイピング能力もちょっと見てきて。まあ見とけって。まあちょっとハードル上げすぎたらごめんな。やっほー。お母さん偉いですね。なんかさ、助けてくんね。建物についての。建物の説明みたいにしなきゃいけないんだけどさ、どの建物にしようかなみたいな。なんか東京って言えばの方がいいんじゃない？スクランブルスクエアとか。まあ新しく作られたからね。ちょっと一回スクスクって打ってみてよ。ちょっとモカのタイピングみたい。ちょっと待って。タイミーズってまーす。待って。スクランブルスクエアで大丈夫。モカさん、しゃーないな。はい。なあ、はい、いいよ。ちょっと一回。俺がもう。超早いからタイピング、はい、いろいろなね、最悪マジで。まあ頑張ってな。はい、そういいじゃん。ちょっとな、スタバをちらつかせた次、俺行くわ、うん、めっちゃ気にする兄。あー、心配しょうがないから。おいっすー。おいっすー。何してんの？課題。もう何も手つけてないよ。じゃあもうマジ難しすぎるかも。スタバ飲んでんの？これ、さっき飲んでたやつ。あ、辛じゃん。そうだよ。なんか飲むの？あ、これ空いてなさそう。ありがとう。うん。大丈夫？喉乾いてない？うん。でもさ、うん。いや、でも飲み物とかちゃんと飲んだ方がいいよ。そうだね。飲んだ方がいいと思う。あ、消えたでも嬉しい。ありがとう。好き。うん、食べたいかも、結構普通に。頑張れ。ありがとう。よし。おい、執着しすぎやろ、スタッフ。行ってきていいですか？結構頑張ったんだけどね。いや、カタクナにでもね、カタクナに。え、でも食べてくれてるやん、本当だ。いいじゃん。一番来てほしい人が来てくれたかも。え？失礼します。これね、課題やってたのね。はい、コードの描写ってたのね。何でもいいんだけど、デザイン系のものをなんか1個決めて、うん、それを書かないといけないんだけど、うん、何を手紙したらいいの？あれは青学の前にあるオブジェ。私得意になったんだよ。何個するんですか？おすすめで。この人勉強してないです、全然。待って、そうじゃん、忘れてた。残り3秒です。やばい。あー、ほら、1380円お得でした。ありがとうございました。お疲れ様でーす。一緒に寿司出しちゃった。この子勉強してません。携帯しか触ってないよ、だって。はい、よしはい、よしこれあれだ、こう。赤ちゃん生まれたの？そうなのよ。おめでとう、ね、うん。でさ、ちょっとさ、ごめん、勉強中悪いんだけどさ、ちょっと見せたい動画あるからさ、ちょっとこれ聞いてほしいんだけど、いい？はい。ドクボと YouTube プレミアムでバカ売れ。最悪。何、何が？ちょっと待って。まだ何の動画か分かんないでしょ。分かってる。ちょっと分かってる。もう分かってる。わー。じゃあね、これうちの子預けてもいいかな？はい。ごめんね。ちょっと今から仕事行ってくるから。ちょっとごめんね。行ってらっしゃい。はい。あ、嬉しそうだったよ。明日の動画の選ぶチョイス何が違う？はい、
く。初めて見てる携帯を盗んでいきたいと思います。カイ君協力してくね。寿司ライやって。その間俺携帯盗むから。分かった。OK。本当。また来たの？二人で来たの？もが一回あれじゃない？ほら、体を動かしてこいよ、頭使うために。全然全然。あ、見て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 、一回置いて、携帯置いて。あ、見て。だってこの人がやってることって違うことやってる。いや、教えてやって。それ持って、はい。課題やらせて、いったん。止めて止めて。どうしようどうしよう。清水寺にしようかな。どうしようどうしよう。え、今何をやってんの？どうしようどうしよう。どうしようどうしよう。はい。いけたって絶対。さくらちゃん、あんた遅いだけやって。いけたよ、タイミング。踊り出してたよ、途中。清水寺にしようかな。あれ、マジ難かったんだけど。シャンランランラシャンランランラシャンランラリオシャンランランラシャンランラ街で感謝巨大な壁が僕らの目の前立ちはだかって道を塞いでる。それでも決して背中見せないでかかとコール目指しまえ。え、何の曲それ？これナズマイル。なあ、全然進んでないやん。ちょっとさ、俺となんかして遊ぼうよ。遊ばないよ。映画が見たいんだって、パソコンで。パソコン貸してじゃ、うん、ダメ。もうかダメ。今課題中の行き目左、うん、え、俺と遊ぼうよ。ねえ、ヤマちゃん。ヤマちゃんがね、一回パソコン貸してよ。何すんの？ Google で調べたい単語がある。はい、どうぞ。え、これまず、ね、じゃあ、あやすの別冊。まず、じゃあまずこれシークレットウィンドウ。あやすの別冊って、ほんとにお願い、お願い。ちょっとシークレットウィンドウ。あやすの別冊って。なあ、すいません、あー、びっくりした。のバイトでって呼ばれたんですけど、ここでいいですか？こちらで、あ、今から赤ちゃんの潜在写真の撮影するんで、すいません、あの潜在写真。はい、社長、これ買います。はい、あ、そっちなんだ、こっちは。見て、うん、素晴らしいね。この子、男の子でも女の子でもないわ。結構女の子ついてないもん、チンチン。いや、見て、チンチンついてない。ダメダメダメ。女の子って何かついてるんですか？線じゃね？線。いた。あんた最近恋愛とかどうなの？してないよ。してないの？うん。え、あの万博くんは？万博以外はね、デートが面白くないからダメ。え、でもあれってわざとやってるらしいよ。ガチでやったらモッカが俺のこと惚れちゃうから、あえてって言ってた。だとしたら、うん、あの扱いが下手すぎるからダメ。一回だけ調べさせて。あ、チンアナゴみたい。チンアナゴ、チンアナゴ、チンアナゴ、チンアナゴ。反対向いた。あ、スカイダイビングな。ちょっとタイピングで練習するわ。ねえ、騙しないで。ねえ、今一個飛ばしちゃったじゃん。すごい声出た。だった。ちゃんと片付けてね。そうだよ。はぁ、あ、なんだからね。ちょっと片付けなさいよ。ちょっとあんたたち、やんのか。これは一体どういうことなの？どういうことなの？さっきよりあんた髪質いいわよ。確かに。確かに。なんかしてもらったんちゃう？コグレッチに5万円するアイロン買ってもらった。え？1万じゃないこれ。パパ。なのにあなたたち誰一人私に誕生日プレゼントくれないじゃない。どうなってんのよ。輸血版はまだしも、あんたたち3人初期名3人。俺も実家届けた。これ今日じゃないと思ってた。あれやでも5万もらってるやろ。嬉しかったけど。ちゃんと嬉しい顔して。ありがとうございます。かわいい。で、この企画は一体何なの？私が、課題がやばいということを皆様にお伝えして、お伝え、精神性に込めて課題を頑張っていたの。そして1時間頑張っていたところ、もう1時間も経過したの。そうなんか、うん、いい加減にしなさい。あ、ごめん、確かにちょっとふざけすぎた、そこはない。
でもちょっと嬉しそうやしな、確かに。ちょっとニコニコしてた、うん、表情は豊かや、うん、そう。はい、ということでもうカオスの動画になったんで締めたいなと思います。まあ僕には後で謝ってきます。はい、謝ります。お疲れ様でした。謝りません。これで別れてみよう。俺はせーの、シーユーレタン。バイバーイ。はい、もう最悪。